では2択もしかしたら割れるかもしれません。じゃあお三方お願いいたします。ポップかラップかいきましょう。ワン、ツー、スリー。割れない。皆さん B。 では何さんどちらでしょうか。お願いします。かわいい B でした。正解です。やっぱりラップが好きですか。ไม่ครับจริงๆชอบดนตรีหมดเลยครับแต่ว่าแรปฟังเพราะจำเป็นครับที่ต้องมาร้องเพลงกับเพื่อนๆครับ音楽なら何でも好きなんですけど、ラップはあのみんなこのメンバーと一緒に歌わないといけないので必要があってという感じです。ありがとうございます。さあ、折り返しました。ここまで皆さん全問正解ですね。素晴らしい。では5問目参りましょう。こちら。はい、今度はデューさんに関する質問になりました。デューさんの身長何センチ。 A190 B185。 みーさん、短期ヤーゴに言えない。もっと難しい質問はないんですか。これちょっと私でも分かりそうな質問です。当然ファンの皆さんもご存じでございます。じゃあこの簡単な質問答えていただきます。お三方同時にお願いします。ワン、ツー、スリー。190ということです。さあどうでしょう。デューさん正解お願いいたします。ですよね。190センチ。昔から背は高かったんですか、デューさん。คือผมน่าจะประมาณ185ตอนม.5ครับ多分高2の時285ぐらいだったんですよね。わ、今かっこいいハンさん。ありがとうございます。昔からじゃ大きかったですね。あ、เป็นเริ่มตอนม.3だから。始まったのはね、中3の時なんです。羨ましいですね。では6問目です。続いてこちらお願いします。はい、ウィンさんが去年の GMMTV ファンフェスタ2022ライブインジャパンで披露した歌、どうでしょう。これは他の3人知ってるんですかね。 A がナイトタイム、 B がシルエット。もちろんね、ウィンさんご自身は覚えてるかと思いますが、ちょっと悩んでるかな。うん、この間もみんな一緒に来たはずなんだけどね。そう。クニアちゃん見ない。で、こう A や。ピンポン。でも A は僕の曲なんで。あら大ヒントかもしれません。では、行きましょう。行きます。せーの。そりゃそうですよね。では、ミンさん、一応正解お願いいたします。ミン。はい、シルエットでございました。シルエットどうですか、どんな歌ですか、改めて。เพลงจริงๆเพลงนี้เป็นเพลงประกอบซีรีส์ F4 ครับผมก็ได้นำมาร้องในครั้งที่แล้วในเพลงครับですね。この曲はですね、 F4 のドラマの作中からですね、あの去年のファンフェスの時に歌ったんです。好きな歌ですか、やっぱり。うん、好きです、好き、好き。皆さんも好きですよね。さあ、あと2問となりました。はい、7問目いきます。こちらです。ナリさんが、今年の1月です。ご無事で来日し、スノーボードをしに行ったスキー場、これは分かんないんじゃないですか。This one is hard. ちょっとナリさん言うのかもしれない。A が一応読みましょうか。 A、ガーラ、湯沢、スノーリゾート、湯沢ですね。 B が神達スノーリゾート、新潟の方ですね、 B は。さあ、これは果たして他の3人は分かるのか。いきましょうか。ナリさんが言ったスキー場どちらでしょう。ワン、ツー、スリー。ついに割れた。デューさんとブライトさん A、
店員さんだけが B ということです。さあ、ナインさん行きましょう。どちらですか。湯沢でした。ということで、ここでついに電車が着きました。リュウさんとブラッツさん正解、ウィンさんがここで不正解ということです。さあ、残る1問です。最後、こちらの問題です。ブライトさんが好きなことはどちらですか。 A 音楽、 B 読書。これはどういうやつなんでしょうね。แล้วถ้าผมตอบผมจะดูเป็นคนไม่พูดแล้วกันいや答えたら僕はどういう人と思われるか答えません。まさかの回答拒否。まあでは3人まず聞いていきましょう。では音楽か読書かどちらかお願いします。1,2,3。 はい、揃いました。ブライトさんは音楽が好きだと。じゃあ正解発表お願いします。はい、即答でございます。僕は小学生です。僕は小学生です。いや、本も読むのに、なんか本読まない人みたいなのもあるけど。でもどっちかって言うと音楽の方が好き。ありがとうございます。ということでですね、あっという間に8問終了しました。結果発表に行きたいんですけど、皆さんも発表するまでもないかなという気がしております。一応来ました。同率1位が3人でございます。あ、じゃあ最下位発表しましょうか。残念ながら4位だったのが5ポイント。ウィンさん残念ながら4位でございます。